ムは6回の表に入りました。登録メンバーから外れていましたがようやく戻ってきて、はい、まあ、この人まで外れているともう大変なことになってしまう。去年のプロ野球の日本チャンピオンヤクルトスワローズが怪我人大勢かかって、まず怪我人というのは計算しないでしょうからね、なかなか、まあ、1人2人はあってもですよ、はい、そうですね、次のイニングにね、はい、同点に追いつくかあるいは逆転するぐらいのリズムを作ってほしいですね。6回の裏はジャイアンツは2番の河合からという好打順になります。一番合ってるのは今2番の河合あたりがですね、はい、逆方向へいいタイミングでボールを捕まえてましたから、うん、期待できるのはこのあたりでチャンスを作れるかという、はい、ですから 次のイニングなんですよ、ここは3人で行ってほしいですね、はいはい、守りでもこうすんなり3人でさっさっと終わってしまうと、はい、次への攻撃のリズムというのが生まれてくるものですね。しています。そういうものですかね。それは困りほどのバッターになればしませんよね。ピッチャーでも意識しましたら。そうですよね。で最近は自分自身流し打ちも今のところ成功しているしねと、はい、だからこの高打率につながっているんだという説明をしてくれました。低め、気合の入った投球になってくると思いますね、はい。今日は犠牲フライを1本打て9回表に回ってくるんですね、お前当然ですね、はい、だからその辺も計算に入れながら斉藤としてはピッチングを組み立てていくんでしょうけど、そうですね、そうね、はい、打ち上げたキャッチャーの村田が追いますがこれはスターないですね。そうですね、150球を超えても140キロ以上の速球を投げ込む力は十分に持っています。あ、いいボールです。それでは、高梨選手は今日2点目のタイムリーツーベース、はい、見事なバッティングでしたね。ですね、初球からでも追いついていこうというふうに考えていたそうですね。その積極的な気持ちがこういう結果を生んだんですね。来るもんなんでしょうね。いや、それをね、斉藤投手から打ったというところにまた余計にね、感動が大きいと思いますよ。プロ野球の自分の記録の中に初打点 S を打ちました高梨、自信につながります。これが一気にステップとなって、それに比べたら本当に落ち着いてますね、この高梨さん。よくボールが見えるね、ホームラン記録、ホームランバッターですよね、何度もあの90キロぐらいある巨体で、はい、身長はそれほどない方なんですが、打ったぞ、センターマック、右中間寄りです。シングルハンドキャッチ、皆さんよく覚えておいていただきたいと思います。高梨選手、そしてミューレンです。非常にこれはね、期待を持って私は見てるんですけどね、はい、はい、この打席はどうでしょうか。ストライク1球ファールでした。という気持ちがあるんであればですね、あれが真ん中に近いボールになるはずなんですよね。それが気持ちの問題なんですね。そうなんですよね。自信が5つ打たれたヒットは3本です。ストライクまで目いっぱいのスイングはいいんじゃないですか、ですからここからですよ ね追い込まれてからのバッティングですよね、ここから外へスライダーカーブ系のボールが来た時に、はい、右に打てるかどうか。これです。ちょっと低いボールですから、はい、さあ2-3、2球続けたらいきますよ。これはショートの右抜けた、センター前ヒット、ミューレンにヒットが出ました。2アウト1塁。ここで切っておきたいですね、ジャイアンツの斉藤村田のバッテリーはですね。そうですね、ますが、チャンスになれば、畑あるいは金森あたりがもう準備してると思いますよ。金森あたりが先に来るかもしれませんね、はい、まあ、岸川のところに代打清水ということも十分その宮本で行けば、ね、はい、あるわけですね。2対2、
こうしてでも試合を任されているわけですから野口としてはチャンスですね。でも今日はもう本当に5ってあげていいんじゃないですか、バッテリーか。習志野高校出身です。古田が故障した一昨年ですか、はい、出てきて大活躍しましたけどね、この選手。そうですかね、はい、